はい、レッドコードを使って、コアのトレーニングを今してます。足をかけているので非常に不安定な状態です。不安定な状態を補うために腹筋や脊柱起立筋など、コアのマッスルに効いております。引き締め効果もありますし、長い時間、ある程度長い時間やることによって、有酸素の効果もあります。で、初心者でも上級者でもいろんな、ポーズを取ることによって強度を簡単に変えられるのもレッドコードの素晴らしいところです。ある程度時間を決めてチャレンジしていくと面白いかもしれません。